じりとした照り返しが強くなってきています。そうですか。特に佐藤さん、ピッチの芝の上だと余計こう暑く感じるんですか？そうですね、ましてやこの時間帯ちょうど、一番暑い時間帯ですので、そういった意味ではこの時期にこの気温というのは、選手たちにとってはものすごくきついと思いますね。そうですね、昨日も7月の中旬から下旬の群馬県前橋は陽気でした。さあ、ザパクサツシュート、原田決まった。菊池のゴール、初スタメンの期待に応えた菊池のゴール。前半の15分を経過したところ、前半16分、いや佐藤さん、ここ思い切って打ってきましたね。そうですね、ブレてるかもしれませんね、ここはキーパー一歩も動けずというところで、高校1年生の時には J2 の最年少出場を記録しています。高校2年生の時には J2 の最年少ゴールをマークしています。ザスパクサツに期限付き移籍して初ゴールということになりました。同点ゴールを奪いたい北九州。広山のボール、桜坂折れたボール、北九州がボールを奪った。ここですね、中央にドリブル、佐野雄也はどこを見るか。北九州の上がりがやや遅い。宮川、左サイド上げられればチャンス、落として宮川、宮川のゴール、同点キラバンチ北九州、アウェーで初ゴール。やっぱり来ましたね。2004年5年と JFL から J2 の時のザスパクサツに在籍していた宮川がこの群馬県の地で同点ゴールを挙げました。打ち込みましたね、思いっきり。いや、これ落としたの関ですね。いや、素晴らしい展開ですね。後半の38分に宮川のゴールで、この試合を振り返っていきましょう。前節で J2、J1通算で200試合を達成した松下に試合前花束が贈られてセレモニーが行われました。気温が30度を若干上回るくらい暑い中でのキックオフでした。この前半16分の菊池のゴール、あのコースはなかなかキーパーは難しいですかね、シュートが素晴らしいですね。今シーズン初のスタメンの菊池のゴールでザスパクサツが1点を先制。そして北九州は1点を追いかける形で、このウェリントンの積極的なシュートもありました。さらには左サイドから、北九州もチャンスをかなり作るんですが、なかなかこう枠を捉えられるようなシュートがありませんでした。非常に可能性は感じる攻撃が多かったんですけどもね、そしてこれは松下のミドルシュート。ここはザスパクサツ、菊池のパスミスからのウェリントン、ここはキーパーの伊藤がよく抑えましたね。そうですね、この試合通じて、伊藤選手もだいぶやはりいいプレーしたなと思いますね。さらに今度もウェリントンからの攻撃組み立てで行くというシーンでした。そしてザスパキサツ、なかなかチャンスが後半巡ってこなかったんですが、この菊池のシュート、これもゴール前フリーになっていました。で注目選手に挙げてもらいましたラフィーニャ、今度はアシストという形でスルーパスを出していきましたが、桜のシュートはキーパーの水原、ラフィーニャからのパス、フリーの高田は大きく枠を外しました。
そして北九州は一気に長谷川と宮川をフォワード2枚をピッチに投入しました。ここはパスを出した宮川が中央に走っていったんですね。このゴールで同点、まあ、非常にいい形でしたね。もうここは右足を思いっきり振り抜いたというゴールでした。宮川のゴール、後半38分で1対1の同点でそのまま試合終了。ザスパ草津はこれで勝ち点が8、同じくギラバンツ北九州も勝ち点8という結果です。